お疲れ様です。今日ですね、こちらのエリババエルジャイオーブン入りねやっていこうと思います。というわけで、まあ、ユーノが入ってたりね、なんかちょっと変わったエリジャイかなと思うんですけども、まあなんかオーブンとエリババもあってなんかチクチク削りつつも、なんかエリババでねエリジャイの逆を攻めたりもできる、まあ非常になんかいやらしい感じのねデッキにはなってます。はい、やっていきましょう。よろしく。まあでもこのオーブンがねやっぱ強いですね。そのここです。あー今間に合ってないんですか。はい、痛いですね。リガーエリジャイってめっちゃ強いんですけど、やっぱタワーにね届きづらい。やはり HP がねなんかいつか加工されたのもあり、オフェスプレー2個 TTK、 そうタワーに届きづらいっていう点で、じゃあそれ以外のダメージをねどこで稼げばいいんだろうっていうものがあるんですよね。さあそれはもうオーブンです。はい、オーブンでチク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 、ね、削っていきます。そしてまさかのボムバルーンだ。ちょっと待って、何も考えてなかった。これボムバルーンだけはね本気で考えてなかったですね。なので、まあ、見てわかる通りピンチってやつかな。まあでもピンチをもしなかったことにしたい。いきます、頼む。マジなかったことにしたい。頼んだエリババ、もういっぱい行きます。いっぱい行って樽をあそこに使うのでゴブリン追加まで行きたい。おっ、いやー綺麗な樽で終わってしまうな。これあれ樽がない。おお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 い、これ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 よ。はい、完全にね相手にやられたわーと見せかけて実は俺がやってました。はい罠でしたね、あれは。バルーンを攻められるなんてことを言ってどうにかね自分を肯定していきたいと思います。はい、とりあえずなんかエリババとユーノ追加とゴブリン追加で1本折れたんでめちゃくちゃ有利な展開になってますね。はい、ラッキーパンチが打ってきた。さあこれは守るかどうかなんですけど、なんか相手うまそうな取りしてるっすよね。まともに戦うと非常に怪しい気がするので、よいしょ、とりあえずね雑に攻めていきます。雑に攻めてクエイクまで打ってエリージャイが、おい戦い方が汚ねえな俺マジいやこれはね俺が汚いのか、このオーブンエリババという構成によってそうならざるを得ないのかもしれない。うん。マジで。本当のチンパンっていう、チンパンとはっていうお手本のようなプレイしてる。でまあこの辺なんかね、ボム。わあでも延命うまっ。延命うまいけど、ゴール押すのが正義みたいな。やばいやばい、トレーン使ったな俺。マックス G? 相手うまいっすよね。あ、え?やばいやばい、プロや。俺よりもプレイがプレプロ。よし。でも勝てそうだな。相性か。クエイク2周ぐらいかな。クエイク2周。計算150ちょい2周だな。え、マジ回すっすね、俺。今から。回るのかと言ったとこですか。あ、回ったっすね。オッケーオッケーオッケー。危ねえ。さあ、完全に、試合内容ではなんか負けてますね。勝利には勝ちましたけどね。はい。なんかプレイでは負けてました、完全に。まあでも、それでね、勝てるのが、やっぱいいデッキの証拠だと思うんですよ。結局ね、勝てばね、いいデッキなんですよ。負けたらね、どんだけ、プレイ内容が良かったとか、神プレイがあったとか、読みをしたとかあっても、負けたらね、それはもうダメなんですよ。自分か、デッキが。お願い、雪玉来ないで。さあ、チンパンバルーン来たので、まあ一旦手札回しにね、ユーノぐらい出して、スケブ?おい。さあラバーですかね。まあ一旦オーブン、
オープンマジでなんか流行ってはないし全然いないですけど、だからたまに当たる部分マジで嫌いなんですよね。まあ五分声もやっぱそこそこにうざいと思うんですよ。だから五分声よりもなんかこの圧があるファイスピー一体の威力のさあエリババがなんか超強いっす。2000削ったで、まあバルーン単品も今ないんでよいしょ。さあ雑に防衛しながら、あこれエリジェイ2つっすね。相手これ俺がエリジェイできて知らねえのか。はい、これグッドゲームです。グッドゲームじゃねえか。あまあババアで守るのかな。宝石だったらクエイクみたいな。はいはい、これフェニックス全部解ける。オーブンによってね、あいだコストを下がらなきゃいけないんでね。これ700もオーブンで折れますか。でこのフェニックスの卵を無視されるの嫌なんでちょっとユーノぐらい追加してね。これ起き上がるっすよ。はい、ヤナノの使わしてめっちゃいいやん。ユーノめっちゃいいやん。ただ好きなだけだけど。あーまいっか。からのこれもう一回ね、あのエリババ行けばいいんで、それに相手捨てるっすよね。筋肉とかね、ちょっとめんどくさいけど。スケディーラー、ザップ、反応若め。で、あとはどうする？いや、俺は一回、フェニックスからのオープンからのでもよかったな。まあ、いっか。ガチオーブン、なんかエリジェイのオーブン、エリジェイ対決強いと思うんですよね。なんか逆サイ無視しようにもできないから。さあ、わあ、なるほどね。オシャンティー、あ、オシャンティー尽くしされてんな、今。いや、さすがに耐えたい。ああ、マジでうまい。相手の、このインドラ、トレン使ったんで、まあでも、時間か。さあ、相手がうまい。さっきからなんか、相手が上手くてだいぶ危ない試合にはなるんですけども、これぞデッキパワー。はい、エレジャイと火力最強のねエリババでしょ。ウザサ最強オーブン、まあ、とりあえず環境安排最強ゴブリン、とりあえずいつ下放されんのお前トルネード。君は下放されたのにね、無限に飛んでるフェニックス。とりあえず強いカード入れとけば強いんです。メタウッチ、タマゴッチ、パパラッチ。メタウッチってなんだ、なんかのキャラ名ですかね。そう、今回の相手はロイジャー。あ、まああれエリババで守ってトリトントレーナー引っ張るぐらいでいいんじゃないですか。あートリトン、あーそのアチェックうまいな。まあもう金起動されなかっただけ、まあ、全然いいかな。やっぱねエリジャイトリトンとかで金起動されてしまうとねだいぶきつくなってくるんで、あこれはいかがなものですか。いただいて、まあ、オーブンは置いとけばええやろ。あ着衣に対して俺ライトニングないからそれちょっと嫌っすね。うん、おー、即ライトなんですね。一応これで200ダメもゲットして、2ヤードもゲットしました。はい。って考えるとちょっと強い。で、これはね、フェニックス出して、アチェク合わされたりとか、なんか逆も振られて嫌になるんで、クイックでね。一旦クイックで。で、ケツニートとかぶれ。かぶれない。もうトントン使ったな。端前行きたいな、みたいなあるけど。一旦待つか。一応ね、このエリジャイは一枚一枚重いから、あんま自分から動きたくない。まあ、結露とかかな。うん。オッケーオッケー。いや、これはね、オーブンが割るんですよ。え、五分ぐらいまで欲しくなるな、オーブン入れてると。もっと声起きたくなっちゃう。おー、これは普通に、全然良くて。着衣がね本気で嫌にはなってくる。
お、間に合う。あぶねえ。トリトン。ああ、いいゴブリン。これはちょっと攻めますか。陸行きが苦しそうですね。相手は攻めウッドまで使って、オーケー。オーケー、右も左もどっこいしょ。さあ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 、いやダメージ受けるんですけど、受けたら 3,4 倍ぐらいでね、あの跳ね返していきます。こっちはね、エリーババ言うのがね、なんか程よい陸受け枯渇になるっていうね。さあナイス。あ、この人あれやん、あのスケラフリーズでもうマルチちょっと前世界一行ってた人やん。でもグラチュレだとさすがに違うデッキか。一旦オープン来てえな。オープンどこ、まあね、初手リポンよこせと同じレベルで初手オープン欲しいんですけども。あーないっすね。あ、待つか。さあ親衛隊、親衛隊ロイホグスケラ、まあ何でもあるんですけど、まあここザッピーもいないんでね、行っちゃって祈るゲーもありっすよ。あ、なんかユニット多いっすね。あー、こういうユニットいっぱいできたとね、俺のクエイクがあんま輝かないんで、ちょっと嫌っすよ。これドリですね。多分キョスケは入ってないかな、入ってんのかな、わかんないけど、ドリルの顔をしています。いた方がこの落ち着きが一番気持ちいい。やめて、痛いけど連盟するカードもない。うん、さあ鉄壁ドリルだな。いや、これゴルダイ欲しいな。こんだけチャンピオンいねえのか。フェニックスチャンピオンちげえよ。スケラ、うん、スケラのパターンもあったんですけど、パイスピ、マジでよくやった。ナイス飛び。墓石か。さあ墓石ザッピー、これで勝てたらすごいなね。マジで苦しい気がする。ゴルナイもいないし、エリババは腐るしっていうところで、これかけたら胸熱でさえ。オーブ逆置いとくか。ムートいるし、なんか知らんけど、どっから来たんだいムート。さあまあ一旦ね、キャルサイター、いやこういうね、なんかフェニックスを生かすようなうざいユーノとかが強い気がする。しかもユーノフェニックス起き上がるんですよこれ。相手見てない。うん、来た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 、これ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 、完全にこれ狙い通り。あ、これやばいかな、ゴブリン咲いたら。いや、よしよし、いやマジこれに勝てるとやばいけど、マジ勝てそう。よしよし、一回持って端前左止めたいですね。ムート嫌よ。エリジャイにめっちゃ強いな。なんかクエイクボイしちゃう。いや、いらんかったかい。墓石をどうすんのお兄さんってなっちゃう。あ、痛い、なんか変な息ついた。さあこっからはちょっとガイムしてクエックスで勝つプランあります。よしよし、サシマイスケキンスケラだけね。でもクエック削りもしてみたい。一旦
パッて、うわー、まじ全部残る。どういうこと？しっかり止めて、それは逆に行く。このワンチャンありそうだよな。てか勝てそうだよ。負ける気配がない。ここだけ止めてオーブンで防衛、トネダメージ稼ぐ、ウェイクまでも防衛に使う。おいおい、これやばいよマジ。どんぐらいやばいかって、まあ、2.6 ホグでファイボをクエイクにしたらラバルガゴガゴホバリング砲に勝つぐらい。え、マジでえぐい。本当に。え？今の勝てない。言うのです。このデッキのメインはエリジャイに見えまして、違います。エリババにもメールが違います。オーブンか。違います。言うのでした。言うので、フェニックスをしれっとね、卵から復活させましょう。いやもうフェニックスやない。いやーダメはダメよ。さあリフレッシュ。天空の城、城から撃ってきちゃった。ああマジアチ取るね。ウォールブレーカーっすね、普通の。うん、あーこれ美味しいっすね。なぜならもう顔面で受けてくれなかった。ああ絶対入れなかった。顔面で受けてくれたんすね今の。さあマジェッチャーオールブレイカー、キング起動されたのがだいぶ嫌になってきますね僕からしたら。緊急されたな、なんかで言うのか。うん、さあ一旦ね飛沫して、時が来ればね相手のも絶対辛いと思うんで。まあ相手のマジアチをね即処理できないのが俺のこのデッキの辛いとこかな。え、これになるけど、おいバルキリー、おいマジで痛い、その一発。うん、さあ飛ぶ。いちいち有能だな、ファイスピ取れねえかこれ。悪くないですね。これ逆サイバルキリーオールブレイカー来たもエーサーバカーがあります。さあこれマジでねずるいですから、もうこっからねダメージ取んないですね、鉄壁すぎて。オーブン抜けつく。さあちょっとなんか流れが良さそうなので、おっ取れねえか。あーキング起動が強いて、だいぶ頑張れてる。さあマジアチャのダメージを受けなければ、いっぱいいるぞ。これちょっと痛そうっすか。いやーなんかエリババで、エリババの防衛初めてしてる相手頑張ってる。やべ言い過ぎた言い過ぎたな。
いいの？飛べ、もう一回飛べ。いやマジでマジチンパンしてる。これが一番強いみたいなとこない？あー綺麗に守られました。いやでもゴブリンがねいちいち言うの。でもここからクエ削りっすね。削れないっす。はい、もうクエイク削りで陰キャです。はい、入りません、入りません。入ったら僕負けるんで入れさせません、入れさせません、はい、入れさせません、一生入れさせません。よし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 あれでも鼻落ちるしかすることねえんだな。オーケー。まあでもやっぱ鉄壁相手にはね本当こういう勝ち方しかできないので、もう守ることがね大事になってきますね。よしさあこれで次勝てば12ウィン。まあユーノとかなんかね刺さりそうなんですけどね、あれでもね頑張ってるんでね。まあでもエリババがさっき刺さったか。なんか同サイドのエリババもすごい強そうなんですけど、やっぱエリジェの逆サイドのエリババもね結構強いんじゃねって感じてる。あーこれわーでかい、そのヒスピキング起動したいっすね。あれできるかな、フェニックスお前触れんなよ。 OK マジでかいっす。あまだザッピーやん。てかランバーザッピーはえマジで見たことないかも。なんか本気で見たことない説があります。まだ同じような、イリババ来たら負けです。おお人気だけどなんかみたいな、ちょっと違う形のみたいな。あーやべえ、なんで俺の言うのがやられる。あーやべえ、お願い本当にマジアチャでサクンサクンサクン。いや本気で痛い。さあなんか人気にザッピー入ってるっすね、珍しい。フェニックスがいないのかな。あー多分そうっすね。最近まあいねえか本当に。希少種としてなんかフェニックス人気がいるんですけど、ザッピー人気はマジ本当に見たことないっすね。めっちゃ来るな。しかも勢いがねすごいパワフルだね。さあでもこっからでもね勝てんのがエリジャイなんでね、ちょっと分からせてますか相手を。よいしょ。あでもラムでもね工場なんですね。エリババあったらマジで負けてさえあったらの話ね。もうザッピきつ、ゴルナイ欲しい。あれもうゴルナイでタックルしての、いっちゃおう。いけ、いやマジ強っ。あーまあでも1000ぐらい入ったのか、まあ悪くないっす。さあ悪くないよ。からはファイスピー、あやべしちゃったなこれ。絶対調子乗り出てます。あでもライドはする。
ウェイク薬で勝つ。またってなるかな。またお前そのになる。ザッピーが強すぎて。もうエリジェネはこれ通んないんですよ。多分。そうなんで。相手の呪文は？なんか鬱陶系も出てねえよなそれ。最高だった。あ、これやばい。タワーまで行く？やばい、あ、ザッピーが、あ、ザッピーがガチでやばい、やばい、おまじヘイボス。あ、俺ザッピー強っ。ザッピーだけに負けたい。あ、ゴルナイ、あ、ゴルナイ、ユウのゴルナイにしたくなってくるね。本当に本当に、あ、ザッピーだけはマジで許せん。あ、ザッピー、ザッピー用にグルメにした。あ、ゾーディアック、この人も 99% ぐらいでピンクの塊出てきます。絶対塊野郎だ。あれ、ちょっと珍しい、違うのかな。エリゴレのイメージがすごいあるんですよね。ダクプリエリゴレと、うん、違いそうです。ゴレか。ゴレだったらめっちゃ相性いいぞ。だってエリババいて、フェニックスあって、エリコンに食い食ってくる。うん、ゴレだな。逆サイエリババで勝ちじゃね？一旦行こうぜ。はい。無理。あー。くらいと思う。頭働かせて、守れねえなら守んねえよっていうプランに切り替えてました。いや、君らできせんねえな。よくなんか守れたよな多分。この位置のランバーさ、ほら、君らしにくいよねっていう。あれ、さあ、まあさすがに相手がエリバム型でもないので、これに関してはガチで負けれない。左突っ込むかこれ。突っ込むプランあるな。よし、さあしっかりね、トレーで守ってくる。一発でかい。このオーブンハイスピー入んねえかな。ライドラがね、若干厄介なんですね。ああ、それやばい。それ強い。さあ、楽して受ける。あ、もうこれはでも。いや、オーブンもあるからな。これ相手の攻め通んないっすよね。ちょっと嫌がらせ言うのでもして。俺でもキングを狙いたいよ。今なし打ってない。あー、そういう感じね。回せ回せ回せ、クエイク。クエイク回せ、クエイク。クエイク回して、キングも一緒にね。よし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 。このターンだな。まあでもエリババあるからなっていう、エリババへのさ、謎のなんかそれ返ってきてる。橋前なんかランバー、あれね、すごいゆっくりなんですよね。来たっすね、ここに来て。ゴーレムが、
そのマジでしたね。エリジャイの感電とフェニックスで卵だけマジでお願い言うの。あ、何さっきから一生卵壊せんのやけど、呪い。一旦クイックやばいなこれ。一周クイックでいいやんって、もう明らかに。ほらこっちを処理したいっすね。ドラゴンがやっぱ危ないんでね、ドラゴンだけやってしまえばもう。卵もやりたい。さあ相手はものすごい攻めてはくるんですけども、すべて止まります。一旦ここで負けを悟るエリババでね、はい、ああもう上げられましたね。これやばいなどうやっても負けないっていう。クイックなのもちょっといいですね、エリポン壊せるんでね。さあというわけでギリ12勝ウィッ。ということでこちらね、いやらしい、ねちっこいエリジャイ、皆さんもねちょっとやってみてください。まあザッピーがねすんごい嫌ですね。チャンピオンも一応入れれるんで、まあ、ユーノとかぶっちゃけゴルナイでもいいんじゃないかと思うんですけど、まあ、ユーノが大活躍してたんでね今日は、はい、皆さんもこれやってください。ではお疲れ様でした。またね。